ビリヤード場に、はい、やってきました。やってきました。トミーさん、ビリヤードの方は？あんま分からへんな。分かんない、うん、私も分かんないんですけどね、うん、はい。ナインボールというナインボール、あの9番を落としたらいいんですよね。いいんですよね。ね誰に聞いてるんですか、ね、カメラ揺れるかな。ね、そうみたいですね。ね、はい、ちょっとで今回もまた、はい、各チームの代表者が優勝しますと、はい、2分間のプロモーションタイムがもらえます。もらえますのでね、はい、那覇聞いてますか、ね、はい、はい、優勝を目指して頑張ってください。おーすげえ、ほめでーす。まさきさん、はいはい、ビリヤードは？ビリヤードはダメですね。ダメ、経験はあるね。経験、初体験ですね。うん、ちょっと初体験なんて、はい、痛くないかなと思っちゃってるし。まあ、頑張ってください。はい、わかりました。さきさん、はい、どうも。ビリヤードの方は？もう今日初めてだ。初めてですか、はい、ルールは？何も知らないです。何も分かんない。勢いだけで頑張ります。大丈夫ですか、はい、前回ボーリングが。もうそれは触れないでください。はい、すいません。今回番外するように、はい、りょうさん、はい、はい、前回は優勝しましたが、ビリヤードの方は？は、分かんないです。全然分かんないですか。ちょっと分かりますけど、ちょっと、はい、まあでもまた優勝できるように頑張って頑張ってください。はい、はい、さん、はい、はい、ビリヤードの方は？やったことないです。やったことない。でもなんか詳しそうじゃない？いや、教えてもらいました。そうなんですか、はい、じゃあ今回は優勝を目指して。絶対無理です。あ、でも頑張ります。そんなやる気の。頑張ります。はい、頑張ってください。としやさん、はい、よろしくお願いします。ビリヤードの方は？ちょこっとだけ、はい、やったことはあるんですか？ちょっとだけ、はい、じゃあ今回優勝を目指して頑張ってください。ケンジさん、はい、どうですか、ビリヤードは？ビリヤードもう任せて。前回もボーリングで言いました。バリバリうまいね、言うとけど。本当です。今回じゃあ期待してもいいですか？うん、余裕。まだ1位。また1位。またやないか。ひよりさん、はい、ビリヤードは？ビリヤード、ロープですよ、俺。ロープ押す。何ですかそれ？あの、プロですよ。プロ並みです。あ、ロープ、そういう意味です。押す。でも似合いますよね、ビリヤードが。いや、すごく、あの、初めてなんですけど。あ、そうなんですか。はい、じゃあ頑張って。はい、頑張ります。はい、続いて第3、はい、ビリヤードの方はやったことある？やったことあります。あ、あるんですか、はい、得意ですか？ケンジさんが静かにしてくれたら勝てるでしょ。あら、ライバルです。ケンジさんがライバルですか？ライバルです。はい、じゃあちょっとこの2人、そうですね、トミーさんと2人頑張って、はい、今回優勝するよう頑張ってください、はい。2チームに分かれていただいて、はい、優勝した同士で決勝戦を行います。はい、はい、で、はい、こちらがバカチンチーム。バカチンチームバカなことばっかり言う。バカなことばっかりで。そしてそんなことないぞ。一人のけてって言って、のけるのはどれです。さあ誰かな。それ分かってもらえてれば僕バカチンチームです。でもいい、あの、カイキ君とチェンジでもいいかななんて思ってるんですけど。はい、はい、バカチンチームと、バカチンチームとこちらが真面目チーム。バカチンチームよりもちょっとだけ真面目やから、真面目チーム。あ、真面目チーム。一人は除いてバカチンチームからいきましょう。はい、戦っていただきましょう。はい、はい、よし、ひよりっていうテロ。はい、1番手。そんなよし、あれ打てや。おお、初めだけ。9番直接狙ってもいいし、これも、うん、それでもいいですよ。そしたらあっちから打ったほうがあっちから打ったほうがあっちから。やっぱりバカチームやな。バカチーム、はい、ラッキーいただき。ほら、バカチーム。あ、ほんとだ。あ、ほんとだ。2つ落ちたらあかんねんな。白い玉の。ただ、ここに置いて、もう一回、次。もう一回できるの？いや、もう終わりです。あなた終わりです、もう。9番。ひよりさん、頑張って。
行きます。あら言えへんかった。行きます。難しいっすね。なんかつまんねえよ。はい、バカチンチームだね。そう。隠れば。あれは。いや、俺は知らん。ガッサチだから。本当にすごい。それ使うんですか。いや、失礼な。お前知ってんのか。おお。うまい。うまい。で、2番ですね。優勝候補かも。なあ、うまいですね、紫さん。ああ、で、2番の次当てる。OK。 あ、おお、ナイス。うまいな。俺、邪魔。すみません、じゃあ、すぐ登りますね。え、ダメなの。ダメだね。うん、憎いな、このゲーム。これ、2番に当たったっけ、今。今、2番の前にオレンジに当たりましたね。本当かよ。俺には2番にしか当たって。2番になりましたよ。2番当たりました、確かに。そんな気するんだけどな、今の。赤です。当たらへん。ほら。あー、ということはまた失敗から、まあ、思い切るとあかんねんだよ。あれ使った方がいいんじゃないですか。これこれ。お前らが使う。なるわけないっていう。ケンちゃん、ありがとう。もう使ったわ、よかったわ。教えろよ、お前も。あ、おー、次は4番。行きます。次はとしやさん、4番。マリオシュー、おっ、すげえ。もう一回4番。はい、はい、若チンチーム。難しい。難しい。これにタッチしないように浮かして。技マッセじゃないけど、まず失敗する。ほらな。弱なんやねんそれ。でも赤チンチームなんだから、所詮。あーもう。はいはい、サクサクいくよ。うわっ。サクサクしすぎやん。サクサク考えしすぎじゃないですね。早い。サクサクいくよ。サクサクやろう。あれ、何のやつ。ゴルゴ投げのごとく。ゴルゴ投げ。おお。ああ。惜しい。チャンス。うるさくチャンス。これ弱かったら嫌やで、俺は。バカチンチームの大将。ね、トミーさんも喜んでくれて。気をつけろ。怒ってる人が一人いるみたいな。はい、ということで、バカチンチームは紫さんの優勝です。そして続いては真面目チーム。真面目チーム対戦していただきます。真面目チームの皆さん、いいですか。はい、はい、じゃあもう認めて。真面目さんチーム、なぜかディル・アングレイ2人、どうしても勝ちに来てるな。はい、すでに一人。お、なんか自信ありげやな。
新しいパターンないかな、ヒットマンみたいななんかスタイルは。とりあえずノーマルで。うまいですね、ネオさん。ここのチームは。しかし、うまいんちゃうか。あ、しくった。これなし。これが外したら、なぜかボールがカメラの危険か。いいですね。もう膝きゃあかんやろな、多分。いや、すごい自信あるみたいな。ボーリング見て分かんないけどな。ボーリングとこれはもう全然違う。僕は違う。いきます。あれお前今こうだろ。やっぱりあかんやんけ。かっこいいんだね。一発目はお家でこれ。何やってもだめ。さあ、このチーム強いな。ね、うまいですね。そうっすか。あれ。おいおい、もう落ちるんちゃう。まあ、9番ですか。あ、そうだ。木崎、ええとこなしやん。落ちたらな。絶対無理だね、これ。慣れてる人間から見たら無理。無理ですよ、今。これ。無理です。これ。あ、あったり。落ちたらないか。真面目チームは第3の優勝です。おめでとうございます。ね、ということで、紫さんと大さんが決勝戦、はい、なります。はい、どうも。はい、紫さんと大さん、はいはい、どうですか。はい、どうも、力通りのね、ことやったちゅうことでね、はい、まあ、僕も頑張っていきたいんですけどね。優勝する自信の方は。優勝する自信は全くはございません。あ、ございませんか。はい、大さんの方は。あ、勝ちます。あ、大さんはもう自信満々。そんなことでお前芸人が務まると思うとんのか、お前。芸人です。違いますね。はい、すみません。じゃあお二方頑張ってください。一番全然動けへんかったな。よし、盛り上げて、盛り上げて、バッチバッチコバッチコ。くそー、お前ハスラーやな。難しいな。難しい。なあ。ネタ。一緒でした。紫の武器使ってる。ああ、そういうそういうやり方もあるんですね。な。あるよな。ちょっとボール白いのちょっと変えとこう。いろんなこと。いろんな技があって。ネタ食ってんな。すごい。面白い人ですね。君もな。じゃあ、さよなら、アディオス。あ、くそ。これさっき当たらへんかったか。こら、ちな。なんで言うねん、これよ。当たったな、これな。さあ。二人おんねんから、これで負けたら3人呼んどこなあかんな。そうですね。はいはいはい。やっちゃった。あ、やったじゃないか。あ、残念でしたね。やられたな。いやね、お待たせしましたね。僕もね、バカチンチームのね、チームリーダーとして。リーダーいつからですか。帰りますよね。はい。まだね。帰りますよ。もうこんなとこいませんよ、僕なんか。もう山に帰りますよ。山に帰って何やる。牧場を経営してるんでね。そっちの方で、ね、牛や馬の世話をね。ミュージシャン。馬って何ですか。ミュージシャンじゃないんですか。ミュージシャンじゃないですよ。え、そうなんですか。ミュージシャンの集まりなんですか。え、そう、皆さん。あれ、若手芸人の集まりって言ったんですか。違う。若手芸人だったんですか。いや、違いますけど。帰ってください。じゃあ、さよなら。なんでやる。今
回ビリヤードで優勝したのはありがとう。デンタルの紫さんです。おめでとうございます。ありがとう。全然いいからよ人権侵害やろ思い出ポロポロが勝った。あ、いや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 、ね、いや、まあ、この番組もね、まあ、紫和則の思い出ポロポロということでねいつかまたねやっていこうと思うんですけどね、うん、ありがとうございました。お前バンドやってんのか。ところでバンドって何ですかボーカルです。これバンドの、これはのこれ音楽番組です。あ、音楽番組、はい、あ、そうなんや。はあ、お、綺麗やな、君は。あ、もういいかな。はい、ありがとうございます。はい、それではデスラのプロモーションタイム。